大谷鉱山、跡地資料館裏手の大谷鉱山資料保存庫跡地、気仙沼市大谷鉱山歴史資料館は、宮城県気仙沼市にある資料館である。気仙沼市が設置している大谷鉱山に関する資料館で入館料は無料となっており、館内には鉱山で実際に使われていた作願機や車両のほかに、王子の鉱山における 創業の様子や鉱山従業員の生活を写した写真など、計450点の収蔵品が展示されていて、また資料館出入り口の外からは、大谷鉱山の先行場跡地などが遠望できる。資料館は、建築面積168.51平方メートルの木造平屋建てで、建設費用は約1800万円となっており、管理は指定管理者の株式会社元吉町。 産業振興公社が行っている。大谷鉱山は1905年に私屈が開始され、最盛期には1303人の従業員が働いていたものの、1976年に資源枯渇のため閉山となった金鉱山で、閉山後に元従業員が結成した大谷鉱山資料収集保存会により、鉱山で使われていた機械などの収集や募金活動が行われ、 収集品などを展示する大谷鉱山資料保存庫が1988年に鉱山跡地へ建設された。年月の経過により保存庫が老朽化すると歴史資源を活用した地域づくりを目指す元吉町が元吉町大谷鉱山歴史資料館条例に基づいて元吉町大谷鉱山歴史資料館を設置することになり保存庫の隣接地へ 資料館となる建物が建設され、保存会から保存庫で展示されていた機械などの寄付を受けて2005年4月1日に開館した。2009年9月1日に行われた、元吉町による、気仙沼市への編入合併に伴い、設置の根拠となる条例が、気仙沼市を大谷鉱山歴史資料館条例に変更となり、また名称を 気仙沼市大谷鉱山歴史資料館と改めた。JR 気仙沼線、小金沢駅から車で10分元吉町、大谷鉱山歴史資料館条例気仙沼市、大谷鉱山歴史資料館条例。ありがとうございます。